さあやってきましたよ。ホームが変わると一気になんかこの電車も、うん、おじいちゃん感が出ますよね。なんかやっぱさっきのホームやとなんかしっくりくる感があるけど、なんなんでしょうね。やっぱこう、へえ、あ、一応端っこにあるんや。へえ、一応そうだ、ここも端っこ、あ、これ切り取るんですね。へえ、と道中は全部複線なのに最後の駅だけ単線になってるって構造なんやね。へえ、一面一線なんやね。へえ、へえ、もろいなあ。あ、でも この乗り場はちゃんと書いてあるんや。これ06の出演立合になってますもんね、ちゃんと。へえ、へえ、よいしょ、よいしょ。さあ降りたね。ここから何乗ってもいいんやね。とりあえず何番に行きゃいいんやで。もう確定で全然問題ないはずやけど。いや、こういう時に入るでしょうね。世のちゃんとした YouTube の人やったら、この間で特急の指定席買ったりとか、そういうような、なんか、お遊びをやるんでしょうけどね。予算使い果たしてますから。もう。え、どっちから行った方が早い？こっちから難波方面。今宮、今宮恵比寿、萩野茶屋、高野山方面で、こっちわかんないよな。高野線の難波方面はこっちに来るんやろ。難しいな。こっちの方が良さそうやな。みんなこっち行くし。よし。他にあそこら辺のやつ見ると、もうクソ高く見えるもんな。50円とかで売ってるところがあるんですよね。あ、でも先にエスカレーターもある。いや、たこ焼き分、カロリー消費やな。あ、電車が駆動とかする。え？ここ、通過列車なんてあんの？え、通過線？へえ、あ、通過線作ってあるんやね。よう見てみると、でエスカレーターも作ってあるんやね、ちゃんとね。玉出川出口、でもそう、塩見橋とかねさのあたりの駅を見てきたから、新しい駅感があるけど、考えてみたらここも十分年季は入ってますよね。それなりに何回は狂気か。あ、で向こうが、向こうは高野線の駅か。こうして見るとまあまあ離れてますよね。どう、桑名と西桑名ぐらいは離れとるんちゃう。まあ同じホームでつながってますからね、そんな不便はないんでしょうけど。あ、向こう列車入ってきた。あ、向こうの方が早かったか。まあいいや。あ、 PHS なんていうの発見。これは終盤の方に出てきた、あの、高周波タイプのやつですね。向こうに、から電車出てくわ。あっち乗った方が早かったな。間にマックスバイヤーあるんや。面白い構造ですね。で、次何分に来んの？列車案内が、さっきから。出口と、浜出口。
たいな、お前。ここ方面だか。そう。18。こっちやで。28分か。あんなこと書くってあんの。飛び出しちゃう。止まってる。あれね、少ないやつかな。へえ。スーパーロングシートやな。